Quarantine Days in Japan, Day 14. どうも、ダニエル・ミドルトンです。もちろん嘘です。よし。Welcome to Doshita. I'm Asamori. I'm at Arayashiki Shu on Virtual Market 4. Today I'll show you a booth called Golden Takasan with the owner.Let's go. ブース名がゴールデン商店でですね、名前がゴールデンタカさんと言います。見ての通りトイレなんですよこれ。自分が中華的なアクセントが好きなもんで、前回の VK3 でも月番街っていうとこ、その中国中華的なモチーフのワールドに出店したり、今回はその後継的ワールドかなところで荒屋敷に出店させてもらってます。また完成してからブースの作成に入ったので、そのブース自体どういう建物を作るか全く思いつかなかったんですよね。それで、じゃあ公衆トイレ作ろうかなと思って、そこでなんかミッシングリンクがあるんだけど、まあちょっとトイレ使おうと思いまして。なんでトイレかっていうと、荒屋敷自体が祭りの会場みたいなんで、やっぱ大事じゃないですか。すぐ行けるトイレって。自分がアバター作る際に念頭に置いてるってほど上等な話じゃないんだけど、こういうキャラ使ったゲームやりたいなってのが一つ。イメージ的には魔法職なんですよね。ブレード&ソウルっていうアクションネトゲがあって、それの魔法師っていう職がちょうどこんな感じの武器を使ってるんですよね。あ、これ武器なんですね。それをインスパイアして武器なんですよ。昔からと好きなんで、ボディラインにはそれながらこだわって作ってますね。この肋骨のラインから胸にかけてみたいなのは頑張って作ってますね。好きなんで、腹筋、肋骨、胸骨。ちなみになんですけど、この肋骨のところに間で書いてある椿っていう文字は、フレンドで円仏さんっていう方がいてですね、この人に依頼して書いていただいた字なんですよね。ほんとかっこいい文字。もう二度と書きたくないなぐらいなのが、この背中の入れ墨ですね。もう書きたくないなって思います。でそれで、よし、そろそろ書き終わるかなって頃に、まどかわたるさんっていうモデラーの方がいて、ツイッターの TL 上に流れてきたんですよね。それがものすごい出来で、ちょっと心を折られかけたんですけど、ただ、実際に本人とフレンドになって、その、入れ墨の書き方のコツ的なことも教えていただいて、結果的にクオリティアップできたのかなとは思います。とにかく汚くしてやろうと思って、この地面のタイルも苔蒸した感じにテクスチャ描いて、で中のトイレもいろいろと汚くしてるんでですね、もし足を運んでいただいた方はぜひこの汚さを見てほしいなと思ってます。こういう風に見ていただいて、あ、黄金商店のブースなんだなって、このめっちゃ傾いて今にも倒れそうだけど倒れない荷物入れにロマンを感じていただけたらなと思ってるんですけど、でなんか女の子はカッコつけて立ってんなって、で見たらトイレやんけ、あ、男って書いてるってことはここ女子トイレやんけ、でってことはこいつトイレ待ってるだけやん、しかも髪ないやんみたいな、めっちゃボケの説明なんだけどっていう意図で作った話です、ね、全部ネタバラシになるんだけど、ここもピックアップするやつがある、取り出したらただの宣伝みたいな、こういう感じですね。さっきアバターを作るとき、こういうアバターを使ったアクションゲームとかやりたいってのも話したんですけど、もう一つモチベーションというかきっかけがあって、 VR チャット上にジャストダンス系のコミュニティがあって、そこで自分が踊らないんですけど、人が踊るところずっと見てて、あ、これ自分のアバター着て踊ってもらえたら楽しいなと思って販売始めたんですよ。まあ、その割には露出度高いんで普段着にはしづらいんですよね。最近発売したゲザバお嬢様ってのは、シックな感じの服装にはしてるんですけど、そのアバターちょっと拝見させていただいて大丈夫ですか？あ、全く全然世界観違うんですね。よいかみさんっていうフレンドをね、フルトラなりゴーグルなりなんなりで踊ってる人がいるんですよ。彼がこれ着てロッキンっていうダンスのジャンルを踊ってくれて、すごくかっこよくて、作った方がよかったなと思いますね。あ、ちなみに別に全然踊れなくてもデスクトップ勢でも興味持ってできれば買っていただけたら本当嬉しいんで、まあ、このギザボお嬢様に限らず、セイザブロに限らず、まあ、興味持ってできれば使っていただけたら本当嬉しいですね。サークル名ゴールデン商店、名前はゴールデンタカさんです。荒屋敷朱三日月、だいたい左上ら辺で展示してます。見に来てくださいね。 Thank you for watching. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video.